それでは開封していきたいと思います。なけなしのですね、お金を使い、これを買ってきました。 Tリーグ公式ライセンス商品日本おもちゃ大賞2019コミュニケーションという部門優秀賞、こういうような感じで。じゃ早速開けていきます。トロフィーみたいな感じですね。こんなワールドカップの、Tリーグって書いてあります。はい、でここに爆裂スマッシュって書いてあります。上はこんな感じですね。多分これ、こうやって循環するやつですね。まあ、あ、これね、ちょっともういきなりやっちゃいましたね、これ。ドライバーがないですね。これはちょっとやっちゃいましたね。これはちょっとやばいですね。ちょっと安全ピンとかね、今。安全ピンじゃ無理か。フォークだったらあるんですけどね。フォークでもちょっといかないかな、これ。これ、あ、いけるかな。これ一時期流行りましたよね、このフォーク曲げの動画。こういうやつ、こういうやつで、今バレバレだったかもしれないですけど、動きました、これ。あ、いける、いけます、これ来た、いけました、来た。こういう、こういう、なんかプラスチック製ですね。まあ、こういう感じですと、あと、うわっ、これ第2弾でやっちゃってるのが、あれ、これ単4の電池じゃないのかな。うわっやっちゃった。第2弾いきましたね。これ見てください、単3って書いたんですよ、これ。あ、危ない、単3電池って書いたんですよ、これ。で、ここにあるのはなんと単4電池っていう奇跡的にあれなんですよ、2本あるんですよ、単3電池が。単3電池をもうこう今入れて、入れてない。うわー、これショックだな、マジか。電池ってこれ何に使ったんだろう、これ。多分絶対電池使ってるところがあるんですよ。あ、クーラーのリモコン。ちょっと今一瞬すいません、立ちます。これ一応あるんですけど、あったんですけど、見てください、これも単4。はぁ、やっちゃった。すいません、ちょっとじゃあ10分後にちょっと来ます。申し訳ないです、すいません、失礼します。すいません、お待たせしました、買ってきました。これ合ってんのかな、これ炭酸。とりあえず2つ買ってきました。いやマジびっくりしましたね、本当に。よっ、おお、びっくりした。聞こえますか、音。今なんかめちゃくちゃ音してる、大丈夫かな、これ。もういきなりこう話しちゃってとかしたらやばいよ。とりあえず閉じますね、これで。いやさっきフォークで開けてたんで、すっごい楽っすね、やばいやばいやばい。なんかグイングイン鳴ってる、なんだこれ。これなんかどうなってんのこれ。あ、オン1とオン1、オフ、オン2っていうのがあるんですよ、これ。お、あ、結構ちゃんとした弾み。ここでなんか変化球の設定ができるんだ、これ。あ、これなんかここがなんかゴムバンドになってですね、ここは。ここ。これ、あ、こういうことですかね。これ僕、プラモデルとかも昔、今のね、若い人たちあんまやんないかもしれないけど、プラモデルって昔あって、これ説明書ほとんど読まないっていう。ちょっと入れましたよ。ちょっとこれ入れてみます。おお、あれ、おお、やば、なにこれ。あ、オン1にすると発射サイクルが遅くなる、でオン2にすると発射サイクルが速くなる、要はピッチの、まあ、速さってことですよね。あ、ここに、あ、これか、ここになんかちっちゃいこれなんかあるんですよ、これが。でこれをオンかオフにするとなんかいろんな回転が多分出るみたいです。だからこれが
上になってて、このつまみが上になってると多分バックスピンが出るんですよね、多分。これで、これ出てんのかな、バックスピン。おお。バックスピンじゃないですね、これ今のは。なんでだろう。なんか右に曲がってきましたね。まあなんかちょっといじってみますか、いろいろ。これなんかあれかな、回すわけじゃないのかな。これが今上回転、上回転か。ちょっとこう、さっきのが飛んでましたね、これ。おお。一応打てました。これなんか どういうあれなんだろう。おお。あ、わかった。これ、あ、こういうことか。これなんかここで多分、これで今、ここでわかりました。こうカチャって、こうなんかちょっと締まりましたね今。だ多分これでやると少し出んのかな、スピードが。出してみようか。サブラケット持つみたいなんですか。